さんおはようございます時刻は9時30分を回りました FM ギノワンから嘘のような本当の輪今週も元気にお届けしていきますパーソナリティは私めいがお届けしていきますそして今週も東京の WOOEAST ドクター水素ボトルの北条雅宏さんにお越しいただいておりますよろしくお願いしますはい皆さんおはようございますおはようございます そしてそして今週のゲストは神奈川県から池田さんご夫婦でお越しいただいておりますよろしくお願いしますはい池田と申しますおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますお二人は沖縄今回が2回目ということなんですがはい前回はいつ頃いらっしゃったんですか、えー、約7年前の12月ですかね<の>に、えー、一度1週間ぐらいお邪魔したことがありますあじゃあもうコロナ前 だったんですねそうですねどこ回られたんですかえっともうほぼぐるっと一周回らせていただいて一番北のあの国神村っていうんですかそうです、ね、っていうところまであの行って、えー、ヤンブルヤンバルクイナが見たくてずっとウロウロしてたんですけど見れずに帰りましたヤン、ね、ヤンバルの森とか行っちゃったんですね、うん、はい行きました、えー、すごい。すごい 鳥が好きなんですよね。そうなんですなんでです、えー。そちらの方北側の方に行くと環境省のビジターセンターがあるんですけどもそこ行ってあのいろんな動物とか資料を見させていただいたりとかあと映像とかを見てあの帰ってきました。すすごいですね。沖縄ってあの、ね、内地と違う生き物がいっぱいいるんでねあの 面白いですよね見ててねそうですね、はい、確かに新鮮な気持ちになれますね今回はちなみにどこかに行きたい場所とか食べたいものとかあったりするんですか、えー、難しい行きたいところはいっぱいありますもうすべ、うんうん、て見たいんですけども、はい、食べたいものは、えー、そうですねあのもう昨日実はいただいた今朝かいただいた、えーはい、お蕎麦 はい、沖縄そばこれが気になっていたので前あの私の自宅に横浜の自宅の近くにあったんですけどもそこではちょっと味が合わなかったんですけれども今日はすっごく美味しくいただけたのでもう感激してます <laughs> よかったですねやっぱり全然味が違うんですねなんか麺の太さも違うっておっしゃってましたねはい麺の太さも違いますしもう味が全然もうスープ一口目でもう美味しいと思ったんで はあはい、いいところに連れていっていただいて本当に感謝してます。よかっったですやっぱり沖縄本とい,いんです、ねね、で、まあ、それこそ、ね、ラー東京でいったらラーメンじゃないけどいろんなお店があるんでね私も大好きで結構、食べ歩いたんですけどもう私の中では今日朝を連れしたお店が最高に大好きなんで喜んでいただいてよかったです。ありがとうございました <laughs> 喜んでででいいただいたただようでよかったです、はい、そしてあのちなみになんですけどそのドクター水素ボトルもお使い頂い,いているようでしてその使い始めたきっかけ経緯を教えて頂ければなと思うんですけどはい、えー、とドクター水素ボトルにつきましてはあのご紹介いただいた方がいらっしゃいまして、えっと、前にこの番組にも出てらっしゃる上野さんっていう女性の方からあ、はい、あのご紹介頂い,いてで北条社長 ご紹介いただいてというような形で、あの一度会社行ってあの試しで吸わせていただいて、あの検査もさしていただいて、でその凄さに驚いてあの水素ボトル使わせていただいてます。良かったです。素晴らしいですね。あの使ってみてそのここが良かったとか、やっぱりいろんな人に勧めたいなとかもあると思うんですけど、えっと。 今後の,その水素をっ扱っていくにあたってのなんか向き合い方とか教えていただけると <laughs> あ、はいえっと、今精神疾患にかかってから約7年うつ病自律神経失調症を患ってるんですけどもで、まあ、その間に、えー、途中 NPO 法人も立ち上げたりして、はい、はいたんですが、えー、ずっともうほぼ寝たきりで、えー、外に営業とかしに行けなかった で SNS から発信を主にしてっていう活動をしていたんですけどもこのドクター水素ボトルを使ってからもう急に元気になってしまって、えー、地元の商工会議所に入ったりですとか<ー>営業回りで外を出れたりですとか<ー>、えー、もうこのちょうど今使って1年丸1年になるんですけどももう本当慌ただしいぐらいの1年にな,りまなったっていうぐらい。 元気になりましたね。そうですか。はい、よかったですね、はい。はい。ありがとうございます。もう生活から変わってしまったということで。はい。もう全く変わりました。あ、本当ですか。はい、ちなみにあの今はどんなお仕事をされてるんですか。今はですね、あの NPO 法人で、えー、日本サポートマーク普及協会というのを立ち上げてですね。はい。えとまあヘルプマークをはじめとした、えー、いろんな障害者のマーク。 があるんですけども、まあ、内閣府の障害者ページに12個のマークが載っているんですがこれらのマークって当事者からの発信のマークでじゃあ当事者がこういう病を持ってますよっていうのを発信していっても受け止める人がいないというところでじゃあ最初はそのヘルプマークがあんまり普及してなかったのでその普及の活動をしようかなと思ったんですけどであれば全部のマークを広める活動を どうしたらできるかなと考えたときにじゃあ反対側のマークを作ろうと助ける側のマーク、うん、ということで、えー、とサポートマークヘルプの反対でサポートですね。す、うん、すごいです、ねはいいですねなななかかか思つそれを、えー、と自分で考えてもデザインから何から、えー、NPO 法人の立ち上げからっていうのを全部一人でやって初めてホームページを作ったりとかしてっていう活動を今しております。ね、あの <laughs> ヘルプマークを、ね、見てあどっかつらいんだろうなっていうのははたから見ると感じるんですけど何したらいいんだろうっていうふうに思うんでね、まあ、その電車乗ってる時だったらどうぞって代わって差し上げるようなことはできるんですけどやっぱり声かけていただいた方がありがたいですもんね。 そうなんですよねあの私自身もヘルプマークをつけてはいる身なんですけどもあの24時間つらいわけではないだけど何かあった時に困るんで、えー、分かりやすいようにっていうことでヘルプマークをつけてるって方も結構いらっしゃるんですね。なのであのそのヘルプマークとか他の障害者のマークをつけてる人が、えー、いざ自分がこう急につらくなったなりそうだっていう時に今「助けて」ってこう言いづらい世の中 になってきていると思うので、そこでサポートマークっていうので、お互いに見える顔をすることによって、あの助け合いがしやすくなるのではないかなと思って活動しています。うん、なるほど。言っていただけるとね、<う>助けてって言っていただくと、じゃあなんか何ができますかって聞きやすいですよね。そうなんです。はい。はい、そうですね。そしたらあのまた詳しい話は一旦 CM の後で。 はい、続きをお聞,かあお聞かせいただければと思います頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に <noise> WOOEAST 株式会社電話番号0335272211 はい fm 技の湾から嘘のような本当のは私パーソナリティのメイと東京の w o イーストドクター水素ボトルの北条正弘さんでお届けしておりますそして今週のゲストは神奈川県からお越しの池田さんご夫妻ですはいよろしくお願いいたします池田ですはい。 前半に引き続きちょっとお話を詳しくお伺いしたいんですけど、はい、あのご病気をされていたということなんですけどその詳しくもちょっと深掘りしてお聞きできればと思います。先ほど話したように精神疾患でうつ病と自律神経失調症を今患ってはいるんですがも、えっともとはあの他の病気 を持っていて、はいえと出血がひどくなるっていう病気があってそれで、えー、とヘモグロビンの数値が男性の、えー、と最低基準値が12とかなのかなそれが、えー、4.0まで下がってしまってで体がちょっと動かなくなってしまい、えー、ま仕事もできなくなってしまいっていうところで、えー、とまあ しばらくは様子を見てたんですけどもで病院行ってみたら、えー、うつ病だったとその仕事を辞めたことに対するなんかこういろいろあったんでしょうね自分の中の葛藤みたいのがあって、うんえー、うつ病になってしまったとはい、まあ、A1c がそれだけ下がるってことは酸素が体中に運べないってことになるので当然体は辛くなるんですね。 あのさっきね池田さんがあの紹介をされたっていうあの上野なっちゃん上野なつみさんは、はいえー、再生不良性貧血になってやっぱりヘモグロビン A1c が劇的に少なくなってあのです、ね、酸素をつかむ力が下がったんですね A1c じゃなくて、えー、ヘモグロビンが減ってつかむ力が少なくなったので本人がだるくて最初僕も会った時は。 あの僕が水素の話をしてる間ずっとこうところがね2時間ぐらいお話ししてる間にだんだんこの上野さんの姿勢がこうシャンと座れるようになってきてで最後はあの話し終わった後に皆さんの指先の血流を見てる時に後ろに立って腕組みしてあのじーっと見てるから。 えなっちゃんこれ座んなくていいのって言ったら「いやもう全然辛くないです」って言い出したんですよ。だからまさにねそういうことがあのヘモロビンが減ってしまうことによって体の辛さって出てくるんですけど不思議なもんでね水素を吸っていただくとそれがあの彼女の場合なんかもね1月であの通常の数値に戻ったっていうこともあって、まあ、まさにねその時の話を今ちょっと思い浮かべてたんですけど。はい えっと、私の場合は病院に行って、えっと、もう僕の顔を見た段階で医師が即入院って言われて、えー、血の気がなかった、えー、血の気がなくてまぶたをこう下げると、はい、ここが真っ白になっていってあそうで,すか、はい、でもうあの輸血を2本受けてでもう会社もう休みなさいみたいな形で普段から、えー、と駅とか会社とかで。 階段一つの階でも上がるともうハーハーゼーゼー言ってたんですよ体力なくなったなってその時は感じてたんですけど40歳ぐらいの時ですかね、うん、感じてたんですけど、はい、それがまさかそういう血液が、えー、ヘモグロビンの数値が悪いとは思っていなかったので病院って初めて分かったというような状態ですね最近はあのよくねそのうつの原因は えー、脳の血流が不足するもしくはあの真面目な方がうつになっちゃうケースがほとんどなので一つのことをこう思い詰めるとそのことを考える脳だけに血液がガッと集中してしまってであの他の脳に血が足らなくなるそのことによって例えば小脳の血流が悪くなるとあの体がいつもと同じように足を上げてるはずなのに 階段とかちょっとした段差につまずいてしまうっていう、まあ、そんなことも起こるので,で本人もだるさを感じるので病院に行ってしあの見てもらうとうつですって言われちゃうというケースが多くて、まあ、あ,のありがたいことに、ね、水素は体全身の血流が良くなるということはもう分かっているので、まあ、活用していただけると、ね、その辺が徐々にこうなんていうかな動きやすくなってくるということが起こっているんだと思います。その上野さんから 補助社長を紹介していただいてオンラインでお話ししている中でそのこの水素がうつにすごくよく効くよっても言われた瞬間に飛びつきましたからね。水素がやってるのはあの病気を治してるんじゃなくてあの体中の血流をよくしてるだけなんで、まあ、結果的にいろんなことが解決するっていうことにはつながるので効、まあ、くっていうのはちょっと正確ではないんですけどまあ,あの 体が元気になるとか血流がよくなれば体そのものが元気になるっていうことのようですね。うん、やっぱり手助けしてくれてるっていうイメージ、はい、感じですかね。もともとご本人が持たれてる機能が一番重要なのでそれをサポートするそれこそねサポートマークじゃないけど<おー> <laughs> サポートさせていただくのが水素の役割です。けどもて あの正常値に入ってですね、えー、あとは脂肪コレステロール値だけですね、はい、そこだけ、まあ、気をつけなさいって言われるぐらいまで今元気になったのでもう本当にがんがん外出ていろいろ打ち合わせさせていただいたりとかあのお話いろんな方とさせていただいているのであのもう水素のおかげだと本当に思ってます。 さっきもねいろいろお話を伺わせていただいたんですけどねすごい精力的に動かれているんでねんよかったですよねありもともと、うんねはい、高校出てからもうずっと営業をやっていたので、はい、あの人と話すのが、ま、苦じゃないって言ったら嘘ですけどあの営業職をやっていたものですから、はい、あの人前出て話すとかスピーカーやったりとかねっていうのはずっとやってきたので。 であのその辺はできればもう自分のやってる活動を外行って直接話して皆さんにあの知ってもらいたいなっていうのはあったんですけどそれができないまま2年間立ち上げてからあのう,ずう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 ずしていたんですけどもそこでこの水素を知ってから吸い、えー、始めてからまあそういうふうに活動的に自分の思い描いた、えー、今活動ができているのかなというふうに思ってます。 ね、奥様もね支えられて来られてど,どんな感じでした <laughs> そうですね私,私もあのそうですねずっと寝たきりの主人を見ていて、まあ辛かったんですけど。 まあ水素を吸うようになってからあの元元気になったというかまあそうですね普段よりもこう体が動くようになって、うん、はい本当に嬉しく思っております良かったですねやっぱりマジカル見ていますからねか変化がわかりやすいですよね,そ,すねそれでは一旦 C.M. に入ります。 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に <noise> WOOEAST 株式会社電話番号0335272211 それではあの池田さんがあのドクター水素ボトルを使い始めてその最初に体感が出たとか何か変化があったなと思った時期はあのいつ頃だったんですか。そうですねそれが一番難しいところなんですよ。はい、あの実際に吸ってみて自分の体の中に何かが起こってるっていう体感が全くなかったんです。ーただあの W O E S T O さんに行って。 あの精密顕微電子顕微鏡ですかで、えー、と毛細血管の血の流れを見させていただいてたんで、はい、あこれを吸うとこういうことが起きてるんだ体の中でっていうことはそこで分かっていたので実際に吸っている時にあのイメージとしてねあこっちで高血流流れてるぞこっちへ流れてるぞ <laughs> みたいな自分の中で思いで,であとは何だろう 一生懸命吸おうとしちゃったんですよね。うん、はい、鼻の奥のところで水素を感じるとかっていうお話も聞いていたので。はい、えっと、思いっきり吸って。はい、切ってみたいのを。三十分間、<ー>ワンセット三十分間をずっとやってたんですけど。結構大変じゃない、ね。大変で,したそうですよね。すっごい大変でした。ね、ずっと深呼吸ですもんね。<う>はい、だけど、それで。 腹式呼吸みたいな形にもなったので、はい、体的にもそれでお腹へっこんできたりしてだからその腹式呼吸プラス水素の力でだんだん痩せていってって形になったので、ね、結果的には良か,、ね、かったんですけど,ど後でお聞きしたら「はい、いやそんなことしないで普通に吸ってればいいんだよ」って言われてそうです、ね、一生懸命吸いすぎたなって思っちゃうんですけど。 あの水素は高濃度の状態で触れた時に全身の血流がわーって動くのであの血流の顕微鏡でね見ていただくともう本当とに1ミリ以下の世界をドアップで見ていただいてほんとにだからまあ本当に吸っていることで明らかに体にすごく血流の一番悪い場所で見るんですけど。 そこでも変化が起こるってことをリアルにね、その視認できるっていうのはこれすごいことですよね。そうなんですよね。あの逆にそれを見たばっかりに、なんか体のあちこちでこれがこういう風になってるっていうのを想像しすぎちゃって、なるほど。特に僕はあの精神疾患なんで脳の方、頭の方でどうなってるんだろうっていうのをすごい考えすぎちゃいながら吸ってました。なる。 ちなみにあの1日どのぐらいの時間吸われてたんですかえと充電しながらなので、えー、と1日3回だと3時間ぐらいは、うん、えと確実にまず吸うようにっていうことを心がけて無理しないようにとっていうような形で吸わせていただいてました。そうですねあの乗るまではないので吸ったら吸った分だけプラスって思えば気楽に吸えますしね。 今日一時間で明日三時間で明後日ゼロでし明後日は二時間吸いましたってこれでいいんですよね。吸えるときにあのたくさん吸っていただければどんどんこう体がいい方向に向かっていくってい、うん、そんな感じだと思います。ありがとうございます。はいすね、最近はなんかこう動けるようになりましていろんなところにあのお声掛けいただいて今のあの仕事の方で動いているので逆に数時間が減ってしまってなかなか吸えない。 火もあったりとかするぐらいになってきたので、うん、そういう時はあの水素水を作る、はいうん、モードがあります、ね、はい。5分間で,でそれをあの飲むようにしたりしてますちなみにあの持ち運びもしやすいと思うので例えば車の運転中とかに吸ってる方もいらっしゃるようなのでなんかドリンクホルダーにも入るらしいんですよ。そういった活用も いいかと思います。あの販売されているドリンクホルダーみたいなの。あれもすごく気になる。はい。<laughs> あのこの前、このうちの水素の代理店さんで沖縄の代理店さんが。あの、まあ、すごい素敵な方なんですけど、カニューラつけて車を運転しているシーンを。あのインスタで流して。で、フォロワーさん五十人ぐらいしかいないのに。三万人超えのアクセスがあったんですよ。ええー、すごいですね。 どこからそんなことになっちゃったのかよく分からないんですけどね、もう驚きながら電話してきてくれて、すごいことになってますみたいなね、まあ、あのそれはそれともかくとして、やっぱりいろんなシーンであの時間を活用して吸えるっていうのがまた、ドクター水素ボトルのいいところだと思いますね。そうですねであの日常的に取り入れやすいので、うん、その生活の一部にしやすい。 ものなのかなと、個人的には思ってます。すね、掃除機かけながらとか、お料理しながら、あの、ショルダーバッグをかけて、吸ってもらってるっていう方も。女性なんかたくさんいらっしゃいます。そうですね。あ、そうしましたら、えっと、これこの続きは、また来週。お話しいただくという形で。はい。二、はい、週連続で。はい そうですね,ねはい渡、はい、来週もよろしくお願いしますありがとうございますお願い,いしますね、はい、今週も嘘のようなワッと驚くお話がたくさんお届けできたかと思いますもし気になもし気になった方がいらっしゃいましたらぜひお気軽にお問い合わせください今週はパース私パーソナリティのメイとドクター水素ボトルの藤城雅弘さんそしてゲストの池田さんご夫婦でお届けしましたまた来週もよろしくお願いします。